よし、木の陰です。はい。お久しぶりすぎてね、ちょっと、いつぶりの動画なのかもはや記憶にないんですけど、はい。クロスブースト来ましたね。3月10日？まあ、ほぼ、ん？もう3週間なくね？やばいね。はい。まあ、そんな感じで、まあ、3月10日、クロスブーストがね、稼働しますと。たところでね、今の面やべえな。はい、デルタプラスくんのね、やっとね、まあ、修正が入るよってことで、エクストリーム VS2 からこいつ嫌われてんじゃねえの、マジで。っていうぐらい、結構、悲しい性能だったはずなのにね、まあ、マキオンの情報組があったくせに、まあ、このデルタプラスくんには情報があらず、で、それでね、まあ、クロスブーストに新たな新規要素としてね、まあ、変形メインの追従だったり、追従のね、まあ、エクバツでの変形サブが変形メインの追従でつきようってやつだったり、あと、変形サブがね、今のデルタプラスの特殊格闘じゃねえ、格闘チャージ、まあ、後で使うと思うんですけど、あ、貯めてますね。そう、これ。これの浮き上がりがないところがもう、そのまま突撃になって、まあ、変形中からね、結構、自己主張で使えるかな、みたいな。で、そのまま格闘キャンセルで結構、突撃投げ払いみたいな感じで、外ね、あれ主体になって戦うのかな、みたいな思います。はい、デルタプラス使いじゃないんでね、これ僕のカードになってますけど、プレイヤー僕じゃなくて嫁ちゃんなんで、はい、なんで貸したのか覚えてないです。もしかしたらちょっと PN 使われてるだけかもしれないですけど、はい、1試合目落ちた。はい、じゃあ次行きます。はい、2試合目っすね。まあ、デルタプラス、そう、ちょっとね、まあ気づいたところ多少いくつかあったんですけど、まあ新規要素で増えた、まあ増えたっていうかちょっと変更が入った変形メインが、もともとでこっちだと4発なんですけど、まあ、クロスブーストだと2発になってたんでね、まあちょっと、やっぱり、明確に強武装だから、多少段数少なくしとくよ、みたいな感じなのかなと思いました。で、まあ、あとはね、N サブ射撃なのか、レバー入れサブ射撃なのかわかんないですけど、足止めて撃つサブ射撃が追加されてたんですけど、結構ね、なんか、弾速速いし発生速いで、まあ、なんだろう、こいつメインがポンコツなんで、なんだろう、明確に着地取ろうと思った時に先に撒いとくみたいなことしなきゃいけないんですけど、まあ、新しくね、まあ、まあ、差し込める弾が増えたのかなと思いました。はい、まあなんですけど、まあちょっとデルタプラス使いじゃないからあんまり言いすぎると怒られちゃうんですけどね、まあだからといってね、そのマキオンの頃と同じぐらいのレベルで強くなるのかなっていうのは若干の不安もありますよねっていうのがありますっていうのもね、この、まあ、アシストのねジェスタ君ね、アメキャットとしてはとても強いんですけど、オコリザールさんがブチ切れるほど弾としての性能がねそこまでは高くないんですよねっていうのがあって、だってマキオンの方だとあれ3発なんか両方に出て強色気なんですよ、一発で。だからなんか明確に近く寄ってって、リゼル君ペッペッペッって打ってっつって、お願いリゼル君して、強色気一体引っ掛けてそのままダウン取るみたいな、それね結構強いことができたんですけど、まあエクバツクロスブーストまあ両方ね、ちょっとアシスト引っ掛けるみたいなことがね、難しそうだと思うんで、まあそこのところがどう変わってくるのかな、みたいな。まあアシストがね、ちょっと弱くなった分をどう補えるかが、まあ、デルプラの結構、まあ評価になってくるのかなと思います。多分、オコリザルさんがね、まだ何も言ってないんですよ。っていうのも多分、アシストの周りだと思うんで、まあ、ちょっと僕、なんだったら使ってないんで、はい、何も言えないんですけど、まあそれでもね、明確に今のエクバツ自己主張もできないアシストも引っ掛けられないっていうゴミかすな機体の中で読みちゃん普通になんか勝ってるんでやばいっすよこれすごいっすねっていうのがあって、はい、まあさすがねマキオンでね乗り込んでるだけあるなって感じですよね。ああそうそうそう、
僕ね、一番変わるかなと思ってたのが、てっきりね、隠し技ね。なんかもっとね、なんか便利なやつに変わるかなと思ってたんですよ。デルタプラス俺一番隠し技面白いと思ってんのが、こいつ隠し技の発生のところにスパーマがないらしいんで、まあ、不思議だな、みたいな。で、あれ、全段ヒットしないじゃないですか、なかなか。だからね、なんかね、かわいそうな隠し技だな、みたいな。お空飛んでくためにはね、隠し技3つボタンを押してね、ピューンって飛んでくの意外と便利なんですけど、まあ、それ以外だとね、なんか攻めに隠し技があんま使いづらいんで、まあ、ちょっとこの後当ててる試合あるんで、見てほしいのはありますけれどと。はい。この試合かな？なんかね、フェリックスに隠し技3種類ついてたじゃないですか。なんかそのね、優しさをもうちょっとね、デルタプラス君に分けてあげてもよかったんじゃないかなと思います。はーい。そろそろね、ちょっと試合見ながら、デルタプラスここ、辛いよなっていうところ見ていこうかなと思います。いい加減ね、なんかね、クロスブーストについて語りすぎてもね、よろしくないかな、みたいな。まあ、せっかくね、デルタのね、まあ、強くなる前の勇姿をね、見れるんですからね、っていう。でもあれなんですね、メインからステッパーメキャンとかで、アシストの突撃の方を引っ掛けられたりするんですね。これは多分使用者が上手いやつなのではっていうのもありますけど、はい。まあ、ちょっと一回寝かされてしまって、起き上がりで、格闘迎撃の CS を置いたところに、まあ、隠し技が見えたんでね、なので挟んでと。うめえな、マジで。さあ、ここは、あれかな、サブで、おあいこにしたのかな。一回ぐるぐる回ってアシストでセルフカット、一回距離取ってメインサブで降りていく、覚醒吐いてこれで詰めていくと、あ、これ美味しいですね。抵抗の覚醒でここの覚醒吐かしたんで、これはもう、おー、やばいやばいやばい、すごいすごいすごい。なんかとりあえずボタン3つ押すみたいなのが強いのかな、やっぱり。はい、まあ一回死んじゃいましたけど、もうバシンノルの覚醒ないんで終了と。マジで、まあ、隣ビダールまっすぐなんですけど、やっぱりうまいっすね。はい、4試合目か5試合目かもう覚えてないんですけど、対面がね、フェニーチェとゼロかな。フェニーチェな、ちらっとね、この前、いつだったかな、年末だったかな、エクバツシャフ入ったんですけど、フェニーチェ取れないっすね、やばい。あれこれまだね、これ9月か、やば。はい、9月のファイルを今更実況してます。大きなおかげです。はい。そんなもんですけど、まあ、それでも修正入ってないデルタプラス、かわいそすぎない？まあ、必死に前部かまして、まあ、起き上がりでブーカク、引っ掛けて落としていくと、こうでもしないと多分、むしられたらね、きついと思うんですけどね。隣のビダルって機体も、なかなかタイマンやってれば強い機体だし、そもそも性能が高いんでね。まあ、デルタプラスがね、うまく活躍できれば、結構試合も簡単には進んでくんだろうけど。はい。あ、てか、あれか。なんか、デルタプラスに変形サブでつくやつって、まあ、要は、ウィングゼロの変形特殊みたいなもんか。なるほどね。さあ、隠し技を打って、まあ、下で引っ掛けていくと、面白いね。多分あまり見ない隠し技の当たり方だなと思います。はいはい、ラスニかな。はい、対面がね、エピオンとバーチェ。さあさあさあ、これはバーチェを追っていきたい試合ですかね。バーチェに弾が当たればいいんですけど、まあ適当にね、エピオンが来たところを適当にいなしつつ、エピオンのカットもしてあげてねっていう感じですかね。弾が多いからとりあえず弾巻くだけ巻いとけみたいな感じですかね。まあ、ここには新しくクロスブーストでヌサブがつくんで、まあなんだろう、ちゃんと着地見て N サブ打ってみたいな。ヌサブ？まあ足止めるサブが入るんでね。まあそこそこやれんのかな、やっぱりクロスブーストになったらね。さあビダールがエピオンを蹴散らしていますけど、まあまあね、バチェにその後を取られて、まあ、五分五分の展開で、さあさあ、これはエピオンが若干減ってないけど、エピオンが覚醒入って、これは M 角で相殺していくと、これ美味しいっすね。まあ、あとは、
デルタプラスが上空でぐるぐるやりながら適当に、おカウンター入った。これ新しくなるらしいっすよね、クロスブーストで。まあなんか今まで剣2本突き出してなんかソイヤって感じだったのが、なんかビームサーブで逆手持ちになってて結構かっこよかったっす。でバウンドダウンになってね、特格で、まあ、キャンセル入ってそのままそこそこ火力が出るのかなと思いますし、まあ便利なんじゃないでしょうかと思います。はい、試合が終わって次もね、あれですね、確かエピオンバーチェの試合だったはず。はい、まあ、最後っすね。多分僕のエクバ2の動画ファイルもほとんどないんですけど、あとは何があったかな、ドライバーニングあったかな多分修正前のドライバーニングなんですけどね、まあ、面白ければ実況したいかなと思います。そうですね、これは台湾の状況になってるんで、まあ、バーチェ殺し続けるかなみたいな感じですけど、わお、さて若いっすね、さすがです。さあ、まあ、バーチェにねこうやってね嫌がらせのメインピチピチ送り続けるんですけど、さすがのバーチェっすね、弾の性能は強いです。まあ、これでナドレ入ったから多分虫ってエピオン2人で見るのがいいのかな。わお、隠し技ブッパー。さあそのままね、まああれですね、ビダールがバーチェ殺してるんで、まあ適当な段階で出てきたエピオンをカットして、まあ、落とせればいいかなといったところで、ビダールが一人でエピオンをぶっ殺して、さあ覚醒吐いて、これはエピオンに隅に覚醒だったのかな、まあといったところなんですけど、エピオンがね特殊使わずにまあ戦況的に焦るわな、あれは。はい、まあエピオンがね焦ってミリになって、さあとはまあ適当に終わるのを待ってるところで、殺人マシンガンが当たってゲームセットと思います。まあまあまあ完全に僕の動画ファイルの在庫処分実況だったんですけど、はい、まあ、デルタプラス若干気になります。まあちょっと連携機会がうまく使えればクロスブーストで使いたいかなと思います。はい、ではでは、お疲れ様です。